こんにちは、推し活チャンネルです。今回は早々のフリーレン第22話を語るという内容になります。いくらかネタバレを含む内容になっているのでご了承ください。では本題に入ります。推しカプ。夕方までベッドでダラダラするシタルク。そんな中ドアをノックされるが、どんどんノックが強くなって怖い。殴ってるんじゃないかってくらいの音がする。ドアを開けるとフェルンたちが試験から帰ってきてた。もう夕方だというのに寝てたことを指摘され、夜更かししたのをフェルンお母さんに聞かれて素直に認めるシタルク。他には塗与剤を追求されると、夜中にジュースを飲んだことを白状したらポコポコされた。いや、久々のシタフェルはしみるな。怒ってポコポコしときながらも、彼の寝癖を直してあげるとこがたまらんわ。何にせよフェルンが不機嫌になったので、ご機嫌を取ることに。以前ヒンメルたちと来た時に見つけた美味しい店を目指すのだった。お店でライトを修理するリヒター。試験では冷徹な印象があったけど、意外と慕われているのね。すると、デンケンとラオフェンが来店。一緒に食事でもどうかと誘い、探している店があるがと時間がないから困っているとのこと。そもそもなんでラオフェンが一緒にいるのか、食ってるものはどうしたのか聞けば、デンケンに買ってもらったらしい。完全に孫扱いされてる。飯屋なんていくらでもあるから適当に入れ。釣れないことを言う彼に、生前の妻と一緒に行った店で、その味が忘れられない。情に訴えると、おごりということで案内してくれることになった。暗くなり夜道を歩いていると、ユーベルに声をかけられる。ランと、なんでビアベルを殺さなかったのか質問すれば、殺すまでの猶予を欲しがる彼に共感したから。答えるや否や、ビアベルが使っていたソルガニールをランとが受ける。共感すればその人の得意魔法を使えるようになるらしい。コピー能力キャラみたいなもんか。分身魔法を使うラントにどんな人生を歩んできたか聞くが、その魔法の原理を知らずにそのまま使っちゃう。そういう頭の足りない子は嫌い。要するに気に食わないから教えてやんないと答えられると、彼のことが少し分かった彼女はソルガニールを解いて、もっと知りたいかな。そういうユーベルを置いて歩き始めるラント。どこへ行くのか聞かれても、さあね、ついてくるなよとしよう対応。この時はまだラントは知らなかった。ユーベルのストーキングタイムが始まること。一方、お目当ての店にたどり着いた伝犬たち。店に入るとフリーレンたちが先客としていた。シタルクはオムライス、フリーレンは山盛りの肉、フェルンはケーキとパフェとパンケーキ。シタルクはいいとして女性陣よ、栄養バランスなんぞ知らん、食いたいものだけ食、欲望に忠実すぎる食事内容。フリーレンに至っては、一人だけフードファイトしてんのかってレベル。食いためようとフリーレンが意気込んでいると回想シーンへ。天才料理人レッカーの包丁を魔族から取り返したヒンメルたち。その時も大量に肉を食べるフリーレン。一度にそんなに食べず、また来ればいいと言うと、二度と食べれなくなった味がたくさんあるから。そう答える彼女に、当店の味は100年後、200年後まで、後世に残すとレッカーは言うが、みんなそう言うけど結局味を変えて爪痕を残そうとするじゃん。痛いこと言われてだんまりなレッカー。その時はもっと美味しい味を探しに行けばいい。ヒンメルが言えば、私を超える味はこの世にないと大口を叩いたので、ならしっかり未来まで届けること。今回の報酬としてヒンメルはそれを要求した。フリーレンのためなんだろうな。いざ食べてみると、あれだけ意気込んでおいて味は変わっていたが、もっと美味しい味を探す手間は省けるくらい美味しくなっていた。デンケンたちも和やかに食事をとる。野菜も食べんといかんぞ。デンケンが完全におじいちゃんになってた。一方、ラントはユーベルと一緒に食事してた。ついてくるなよと言って素直に聞く子じゃないよな。ラントは意外と小食。また一つ彼のことを知ったユーベルだった。美味しいものをたくさん食べて機嫌が治ったフェルン。ペンギンみたいな歩き方かわいい。フリーレンのへそくりを犠牲にした甲斐があった。推しカプ。これぞ無の境地。よくぞ無の真髄までたどり着いた。お主に教えることはもう何もない。そうしたるくに語り去っていくおじいさん。なお、何も教わってないし知らない人の模様。ただのモブキャラにもかかわらず、人気投票では29位。しかも声優は長さん。無駄に豪華なのなんで。フリーレンがシタルクに助けを求め宿に戻ると、またフェルンの機嫌が悪くなってる。ついさっきまでペンギン歩きしてたじゃん。何があったのか聞くと、今日はフリーレンが買い出し当番だったが寝坊しちゃったとのこと。シタルク曰くいつものことだというが、それはそれでどうなん。フェルンの怒りが積もりに積もって爆発し、
口を聞いてくれなくなり困ったので、彼に仲裁をしてほしいみたい。シュタフェルの時は財二分投げたくせに、自分の時は遠慮なく頼んできやがった。このエルフ面の皮が厚いな。ビビりながらも仲裁を試みると、おやつ食べたい。なんか言い出した。めんどくせえこの人。心の中でつぶやくシュタルクだった。カンネとの待ち合わせに現れたラビーネ。お嬢様みたいな格好を兄たちからもらったものらしく、お袋もノリノリだったとのこと。ママさんかわいすぎじゃない。おそらく40歳以上だろうけど、姉と言われても疑わんぞ。ザインと再会する時のために仲間に誘おうぜ。カンネがエスコートするとか言い出したが、結局いつも通り髪が取れかけてた。パン屋さんに来たフリーレンたち、どれにしましょうかと、フェルンさんに敬語で話すシュタルクだが、別にどれでも、シュタルク様選んでいいですよ。そう言われて、これどれでも良くない時のやつだ。ちゃんと察せられるシュタルク偉い。どうしようか聞くと、私に聞かれても困るというフリーレン。元はといえばあなたが原因なんですけどね。そんなところにラビーネとカンネが来た。宿に遊びに来るところだったらしい。女の子ばかりで居心地を悪く感じていると。お前戦士だろ。急に現れたビアベルたちにボディチェックされる。執拗に太ももを触ってくるシャルフは何なんだ。農作物を荒らすフレッサーの討伐依頼を受けてて、前衛を探してるようで、シュタルクはすごくいいらしい。借りてっていいかフェルンに聞くと、どうぞって即答された。オルデン教の時もだったけど、シュタルクは男に連れ去られがち。害意がなかったから大丈夫とは言うけど、本人の意思も聞いてあげて、第二次試験までの休憩時間に依頼を受けるあたり、ビアベルたちマジでいいやつではあるけども、宿に戻ると、カンネからお礼をもらうフリーレン。お礼をもらうようなことなんてしてないというが、フリーレンがいなかったら、第二次試験まで進めなかったと言われ回想シーンへ。幼女にお礼を言われるヒンメル。ロリカワよ。なぜ人助けをするのかヒンメルに聞くと、誰かに少しでも自分のことを覚えていてほしいから。生きているということは、誰かに知ってもらって覚えていてもらうこと。なるほど、つまりヒンメルは、今でもフリーレンの中で生きてるってことね。覚えていてもらうためにどうすればいいか聞くと、ほんの少しでいいから、誰かの人生を変えてあげればいい。そんな彼の言葉を思い出しつつ楽しく過ごしていると、お菓子がめちゃくちゃ美味しくてフェルンの機嫌が治った。窓から鳥が手紙を届けに来ると、第二次試験の案内だった。担当試験官は全然。彼女は過去に4回試験を担当し、いずれも合格者は0人だった。そんな奴に担当させるな。そう思っちゃうけど今回も任されたあたり、受験者の問題だと思われてるってことですかね。とんでもないクソゲーやらされそう。第一次試験を突破した面々に案内が届く中、一緒にイルラントとユーベル、ここだけ見れば推しカプチャンネルとしては可能性を感じたくなるんだけどね。今のところはユーベルが一方的にストーキングしてるんだよな。今後に期待したい。その殺したるくはビアベルに部の神髄を見せつけていたところで、第22話は終了。今回のフェルン、最初にシュタルクとイチャついたと思ったら、機嫌悪くなっては美味しいもの食べて機嫌直し、また機嫌悪くなっては美味しいもの食べて機嫌直してたな。食ってばっかじゃねえか。推しカプ。ということで、早々のフリーレン第22話を語るという内容をお送りしました。久しぶりの日常会であり、いろんなキャラの一面が見れたいい回でした。コメントはいただければほぼほぼ返しますので、皆様の熱い作品愛、金振り愛、シュタフェル愛を聞かせてください。チャンネル登録、高評価、コメントも何卒よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。